これぞ完全密着、五右衛門の抜刀シーン作画ノーカット版。その五右衛門が剣を抜くなんて言うとね、非常に早く書かないと、ゆっくり書いたんじゃなんか失われるものがあるんじゃないかという気分があるんですよね。だからそういう意味で例えば非常に乱暴ですけどね、こういうふうに例えばこう五右衛門のこう基本的な姿はまあこう書いてみる、この辺から始めるんですよ。非常に基本的こんなもんですね。基本でこれがね、さっと剣を抜く、一瞬1秒も経たないようにして書いてみなさいって言ったら、まずね頭の中でこう頭の中で想像しなきゃいけないんですね。実写を見るのもいいですけど、頭の中想像してどうやって抜くんだろうっていうようなことがね、最初に考えつかなかったら絵が描けないですから、まず考えつく。この剣をまあこうある、それとこう持ってると横にしないと抜けませんから、これをまず横にするって、もう人間をまあ置いてですね、あのこの剣を横にする、まあここはそんなに動かないでしょうから、でここでもう手がこうかかり始まる。それからこういうふうに抜く、こういうふうに抜く、スッとこう、まあこの辺でもいいか、こういうふうに剣を抜いて、それからどうするでしょうね。こうやって多分こういうふうになって、この一連の動きをですね、あのまあちょっと今書くのは乱暴ですけど、これをこう返して、刀を返してですね、こういうふうに返して、それからシュッとこういうふうにこう、この手をこっちに、こう回したしましょう。でこれをね、まあ1分足らずで書いてみて、これをこうパパってやってみたら、ここだけでもうアニメーションってのは実はこれだけで動くんですね。でこれに問題があるか、これがうまくいかないかっていうことを何回かもう一遍やってみてってやりますけど、まあもう一遍抜くのはねちょっとやめにしてですね、それからですね、この辺で自信ができた時に初めてこう五右衛門らしいこう顔にしてですね、これもまだね非常にラフなんです。これも非常にまあラフで、これで五右衛門もう誰が見ても五右衛門になりましたね。あのこれで五右衛門になりました。それでここでこの手をね、こうこの手をこう上げりゃいいか、こう上げりゃいいか、こうやると逆手になりますからね。でもまあこう、まあ逆手でやってみましょう。ここは今から手をかけて刀に手をかけるという瞬間、まあちょっとここが上がるでしょうね。こういうふうになって、でこの時はもう少し今からこう抜くわけですから、目が開いてですね、あの今からこう切るものを見てるというか、髪はまだあんまり動かない。ここまで刀が来てますね、こういうふうにね。これをねまずラフスケッチから今度その少しここでなりました。でここへね
これ何枚ぐらい絵を入れるかっていうのは、まあ1枚か2枚ぐらい、まあ1コマで1枚か2枚ぐらいこう入れる、それからスッと刀抜く、ここは多分ね頭もっと下げた方が感じがいいでしょうから、下げて当然髪の毛も少し様子が変わります。こんな風になって、これがねいいか悪いかとにかく描いてみないとね分かりません。アニメーションではね自信はなかなかみんなないと思うんですよ。描いてみて初めてあうまくいったとかうまくいかないというのがありますから、あるいは他人の意見を聞いてみるとね、まあ、宮崎さんや高橋さんたち言ってくれます。ここはどこがおかしいんだと、自分では気がつかないんです。描いてるときはもう夢中になって描いてますからね、気がつかない。こんな風になってシュッと剣を抜いてですね、ここはもうねもうちょっと格好良くするために下げた方がいいなって、こうラブスケッチとまたこうではまた違った意見になりますけど、髪はすごく変わると思うんですよ。バッと動くわけですから、このぐらい動く。このぐらい動くかもしれません。こうなってますね。こういうふうに言ってる。それからこの手をこう回して切るんですけど、多分この辺まで回すと思うんですね。ラブスケッチとはまた違ってますけど、こういうことにね、いや大塚さんだから描けるでしょう、自分たちは描けませんよって言いますけどね、練習すれば描けるんですよ。練習量なんですよ。この辺までもう手をやってみましょう。ここまでやってみますか。このまま手をやってみます。普通はねアニメーションであまり顔を隠さないように描くんですけど、まあ顔を隠してこうやって描いてみましょうね。一瞬ですからいいでしょう。こんなもの一コマですから。こう。こっち側の肩が下げるとこっち側の肩が上がった方が感じがいいし、で僕の悪い癖でね少しだけ少しずつ崩していくんですよ。誇張したり崩したりってね。こういう時に侍はこっちの手を握ってるか開いてるか分かりませんけど、それでシュッとクマで、もうこうなるとさっきからだいぶ変わってきましたから、ものすごく変わってくる。この辺まで変わってくるかもしれませんね。この辺で一番なんか目を見開いてて、口なんかがこう表情が変わってくる。こんなになって、こんなになるのかな。こんなになってだんだん姿勢が変わってきますけど、絵がねうまい下手との当然アニメーションでも何でもまあ絵はあるわけですけど、それはねちょっと置いてですね、どんな乱暴でもいいから活力のある絵っていうかな、そういうものをこう目指したいと、まあ、常々思ってるんですね。でこれを今描いたの、今全部オンタイムで描いてみたんでね、ちょっと分かると思うんですけど、これこういう感じになります。
ええ、この間ね何枚か絵を入れるとだいたい完成するんですね。でこの絵をですね、あのアニメーションではね、この絵の魅力がありますから、絵の細部に非常にこだわってですね、ここの線をどうするかとか、綺麗な一本の線にまとめ上げてですね、袖口どうなってる、手のつき方はどうなってる、こういうふうにこう剣を持ってる、この絵も大事なんですけどね、この絵も大切ですけども、あのまあその透明の絵ではありませんからね、動いてる最中でもう非常にあのいい絵がこう霞むようにこう消えてなくなっちゃうと残念なんですけどね。でもやっぱり映像の本当の魅力はこの辺にあるんじゃないかと思うんですね。曲芸みたいに思えるかもしれませんけど、上手い人はみんなこういうことが上手になってやってますから、若い人でも勉強すればできるんですよ。勉強するっていうのも才能なんですね、どうもね。勉強するとか努力するっていうのはこれは一種の才能です。なかなかそれができないんですよ。いっぱいやることがあるんですね。いろんなテレビ見たりゲームやったりしていっぱいやってるとね、忙しくてみんなできませんけど、基本はこれがアニメーションの基本なんですね。まあ、あのさっと描いたもんでね、まあ、一種元気はいいんですけども、やっぱり描いてみると、描いてね改めてもう一回見直すとね、ちょっともうちょっとだなって気分があるんですね。これを 1,2 回まあ直せば一番いいんですけども、まあワンカットね、あんまり時間かかって直すはいけませんから、やはりさっさと直さなきゃいけません。だこの時にね、人に聞いてみるというのがいい手なんですよ。どう思ったら、まあ人によりますけど、ね、うまいことちょっともうちょっとこの手は後ろまで行くんじゃないなんていうことを言う人がいますからね。さっきこう持ってこう抜いてこう返って、ここで返してましたね。ここでこうやってシャッと返したけど、やっぱりもうちょっと誇張しないと面白くない。本物も誇張があると思うんですけどね、こうやってこうじゃつまんないですね。だからこうやってここまで行って、野球の棒を投げるようにシューッと画面の前を回したっていうふうにやると、そうするとこの絵から次をですね、ちょっと2枚描いてみます。違う絵を描いてみますね。と4の次っていう絵はですね、ここまで引いて、もうそこから返せなくていっぱいに引いてね、ここら辺まで引いてみましょう。あのガッと引いてみましょう。ここで引いてみる、その全然違う絵になりますね。ここであのここまで引いてみよう。こう持ってたんですね。こうってここまで引いたから、げんこつがこっちに行ってます。これをここまで引いて引いてみましょうね。引いてみて、まあね、本当の剣士は また違うと思います。本当のね、剣の達人でやらせてみたらもう相当違うと思うんですけどね。アニメーションはそう、架空のね、一種のこう想像上のかっこよさ、想像上のディアズムでもいいんです。あの、で引いてですね、引いたとこでバーッと引いて返して切ってみる、まあ、この前の絵をまた描いてみますね。返してみます。剣を返してみる。それ4の次の次を書いてみる。そうますますこう引いたやつがぐっ前に体を乗り出すようにしてですね、ここまで果敢に引いてみましょうか。オーバーですけど、ここでこう返してきて、こう返した、こうげんこつ、この剣を返したんですけどね、もう流線って言いましたね、こうバーッと走ってる絵じゃないと分かりません。これ
こんな絵がいっぱいつくような光栄ですね。ここまで返せる、そんなことできるのかと思われますけど、アニメーションではできます。ますます前に出てくる。この手はこう曲がってこうついてるんですよね。こんなところまで行って、それからこの絵やめにします。やめにしてみてですね、それでそのまま今引いた手を大きく返してきますから、ここの刀がこっち側に回って、こういうふうにこう回って返ってきたと思ってください。でこうじゃないですね。この絵はもういらない。こんな風に剣が、まあ本当のね、実写の映画撮ってもこういうとこはもう本当にもう何も見えない。もう流線だけになると思いますけど、まあ一応。こうなりますね。ここでシュッと引いてみた、引いてみたけど、今度はこの絵が変わりますね。この絵がシュッといって、もうこの絵がこんな中途半端とかで終わらないで、ここまで行くことにしましょう。こういうことがね、面白くなるとアニメーションが面白いんですよ。お分かりかと思うんですけどね、こう紙の上で植えてくれたっていう、実に楽しいっていうかな、そういう要素が出てきます。この絵も捨ててもいいですね。この絵も捨てましょう。ここで見てみます。インプルーブっていうかな、修正して良くなるんですね。今度は元気ですね。ザッザッって言って、黒の大刀返してこういうのなんですね。